民主党民主主義者ドットペールはかつて存在したポーランドの自由主義政党。1990年の大統領選挙においてタデウシ・マゾビエツキを支援した民主連合の潮流を組む一般に中道左派とみなされる政党である。個人の自由と経済制度の自由の両方を同時に追求するため、ノーランチャートでは右上のリバタリアニズムにあたる。しかしこの政党は 単純に、リバタリアニズムというよりは、むしろテクノクラート的な色彩を持ち、個人に関わる政策や経済制度の構築では、リベラルな傾向があるが、マクロ経済政策、具体的には、財政政策だけでなく、金融政策において、常に、かなり強硬な高派の方針で事実上一貫している。この点で、財政政策において、緊縮的であると同時に、 しばしば景気刺激と称して、金融緩和を繰り返し結果として、大資本河川の社会、経済状況をもたらす、政策的誤尾に陥りがちな世界の一般の、リバダリアン政党とは大きく異なっており、この点で、民主党民主主義者ペールは、世界的に見ても、非常にユニークな学者肌の政党と言える。2007年選挙における、 政党支持の強弱 PO イコール市民プラットフォーム、ピースイコール法と、正義リードイコール左翼と、民主、PSL イコールポーランド国民党1990年12月2日に、結成された民主連合が、より幅広い中道政治勢力の結集を目指し、自由主義政党の自由民、2006年地方選挙と2007年下院選挙では、民主左翼連合、 ポーランド社会民主主義、労働連合と共闘して、選挙連合、左翼と民主主義を組織して、選挙に臨んだが、選挙後に、SLD との対立が再燃したことで連合を離脱した。2009年6月に行われた欧州、議会議員選挙では、SDPL や、緑の党2004とともに、政党連合、将来のための合意中道左派を結成して臨んだが、政党連合が、 議席確保するために最低限必要な得票率7%に達せず議席を確保できなかった。人気満了に伴って実施された2011年10月の議会選挙には候補を擁立しなかった。2013年6月24日、2014年に実施される欧州議会選挙における中道左派勢力による選挙協力を目的とし1月に結成された。 ヨーロッパプラスへの合流を決定した。2016年11月12日、欧州民主同盟という新党を結成するため、解散された。西南学院大学法学部教員戦国学、作成、ポスト社会主義国の選挙、政党データ。ポーランド政治、経済、社会情勢。日本外務省。二千十三年十月二十日閲覧。その後、ヨーロッパプラスは、 同年10月6日、パリこと運動に吸収される形で新党、みんなの運動へと改変された。ポーランド政治、経済、社会情勢。日本外務省。2011年11月15日閲覧。ありがとうございます。